皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2020年8月2日に公開された、第70回 NHK 杯テレビ将棋トーナメント1回戦、藤井聡太棋聖と、塚田泰明九段の一局をお送りするよ。早速だけど対局者紹介に入るわよ。まずは先手の藤井棋聖、2002年愛知県瀬戸市出身の18歳、今期竜王戦3組優勝、順位戦は B 級2組。タイトル戦登場2回、先日棋聖を初体感、現在も王位戦で挑戦者として臨んでいるわね。まさに華々しい、という表現がぴったりだ。それでも決しておごらず、真摯に将棋と向き合う姿はとても爽やかで、好感が持てるわね。今後、どこまで成長できるかも期待したいところだ。そんな藤井棋聖、いろいろな趣味を持っているけど、いわゆる、鉄道ファンとしても有名ね。タイトル戦のインタビューで、地方の鉄道に乗ったか、等の質問もちらほら出てきているな。他にもスピッツが好きだったり、こう、なんというか、身近に感じられるのもいいのかもしれないわね。共感が持てるっていうのが、現代版スーパースターなのかもしれないな。そうかもね。一方、後手の塚田泰明九段、1964年、東京都出身の55歳。今期竜王戦4組、順位戦は C 級2組、タイトル戦登場2回、王座を1期獲得、一般棋戦優勝3回だな。塚田スペシャル、と呼ばれる相掛かり戦法で、文字通りブイブイ言わせていた攻めの棋風。一度攻めに取り掛かると相手陣を炎上させるその棋風は、攻め 100%、とまで言われて恐れられているわ。また、お嬢さんが女優棋士の塚田恵梨香女流初段であることから、しばしばお父さん、と呼ばれることもあるぜ。はてさて、その中から勝ち残るお子さんはいらっしゃるのかしら？わら、血で血を洗う争奪戦が予想されるな。さて、そんな親子ほど年齢の離れたこの対局、塚田九段はベテランの意地を見せられるのか、藤井棋聖はその実力を示せるのか、どちらが仕掛けるかも注目ね。さ、それでは一気に熱くなってきたけど、ここで暗いわ。ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、藤井棋聖、マリサが後手、塚田九段だぜ。それでは、よろしくお願いします。7六歩。8四歩。6八銀。お、矢倉の出だしだな。3四歩。本当、最近矢倉が多くて嬉しいわね。7七銀。急戦から持久戦、バリエーション豊富だからな。6二銀。展開を予想するのが楽しいのよね。2六歩。というわけで、様子を見ながらの駒組みだ。4二銀。2五歩。3三銀。4八銀。3二銀。3六歩。5二銀。5八金右。4一玉。7八金。4四歩。6九玉。4三金右。金矢倉の形が出来上がったな。5六歩。最近は、5筋の歩をいつ突くかが課題ね。7四歩。角交換のタイミングや銀の上がり方もそうだな。7九角。本当、奥の深い戦型よね。3一角。出発点にして到達点、だな。6六歩。5四歩。脇システムかな。3七銀。角交換の前に端をついて、攻めの下地を作る。9四歩。9六歩。7三銀。6七金右。歩を獲得しながら角を上がる。7五歩。同歩。同角。こちらも同様に、歩を獲得しながら角上がり。3五歩。同歩。同角。
戦闘に備えて矢倉に入場。3一玉。非常にゆったりした立ち上がりよね。4六角。6四角。あとはどちらから交換するか。7九玉。そしてどう仕掛けるか、ね。2二玉。8八玉。2枚歩があるので、片方は傷の修復に使う。3四歩。手番を取るために、角交換はこちらから。6四角。同歩。さて、角交換も済んだし、お互いの方針を確認してみよう。まず、囲いは両者ともに金矢倉ね。違いがあるのは、先手は7筋の傷を修復しておらず、後手は端歩をついていないわ。後手は端を省略することで手数を稼ぎ、攻められた時は中央への対比を一番に考えているな。メリットは他を進められることだが、当然デメリットは、危険な時に対比先が限られてしまうことだ。なので、手をつけられる前に攻め倒してしまいたいところ。一番の候補は右の銀を上がり、飛車や桂馬と連動しての玉頭攻め、端攻めか。先手はもちろんそれを見越しているんだけど、上がる石を見せている銀に対し、攻撃を仕掛ける意味でも、7筋の歩を打っていない意図が伺えるね。おとなしい立ち上がりではあるけれど、なんだかんだお互い殴る気満々なのよね。さて、それでは局面を進めていこうか。4六歩。7四銀。4一角、角を切る覚悟での打ち込み。7三歩。打っていなかった歩をここで使う。7五歩。3一金、角銀の取引ならいいものとしよう。2三角なる。角を犠牲に後手陣を乱す。同玉、随分思い切った手段できたな。7四歩。同歩。3六銀、飛車先はさすがに危険なので、少し引っ込む。3二玉。2四歩。2二歩。後手陣にプレッシャーを作れたので。4五歩。攻める手立てを作っていこう。同歩。7二歩。さて、一旦ここで局面を止めてみよう。まずこの手は、消費者、と取ると、3六の銀がスルスルと上がり、5四銀、同金に対して、先手の6三銀が、飛車金取りになる。盤面はこんな感じだ。さすがにこの狙い筋をやらせるわけにはいかないので、この歩は素直に取れない。ただ、放置すると7一歩成が桂馬に当たり、対応で後手を踏むことになる。だったら最初から先受けと攻撃のために、桂馬を跳ねた方が良さそうだ。先手としては、そこが読まれていることは100も承知。駒損をしていることからも、形勢不利であることもわかってる。でも、それでもいいんです。7一歩成とすれば、後手はすぐに取ることはしてこないと思う。なぜなら、すぐ取れる駒が今はないし、そこでわざわざ2手3手使うこともないから。でも、7一にと金ができることで、後手陣内を抑える拠点ができるわ。今は役に立たないかもしれないけど、後々逆転できた時、後手玉唯一の対比先が抑えられることになる。そう、今はただ耐えることを考えよう。7三桂。7一歩成。6五歩。同歩。それでは兼ねてからの狙い筋。9五歩。端攻めで迫っていこう。同歩。ここが正念場ね。8五桂。6六銀。9七歩。長桂。長桂なる。長香。さらに桂馬のおかわり。八五桂。先手陣急所を抑える。これは苦しい。二三桂。反撃を期して後手陣に綾をつける。四一金。嫌な感じがするので避けておこう。一一桂なる。九七桂なる。同玉。攻めの要、銀を狙う。6九角。シンプルに歩で受けるよ。4七歩。7八角なる。消費者。
八九角。あれ、これは退路が確保できたかもしれない。八八玉。七八角なる。強玉。手駒に角角銀桂香。悪くないね。三八飛車。少し差しすぎてしまったか。六八桂。三六飛車なる。一二角。攻めを緩和しなければ。二四銀。三七香。ぐぬぬぬ。二五竜。三四兵の危機を外させるよ。二六歩。恐竜。三四強。強金。強角なる。四三金。さあ、いよいよ佳境だね。四四金。一気に寄せていくよ。五二銀。さらに増援を送るよ。一二角。三四金。二一角なる。四二玉。五三銀。長銀。四三馬。五一玉。なんとここで65手目のと金が生きる。六一と金。これで詰みだね。ぐぬぬ。一時期だいぶ気分よくさせたつもりだったが、角を打つ時点で差しすぎになってしまった。退路と反撃の手駒を与えてしまったのが痛かったか。これは残念。負けましたー。ありがとうございました。惜しかった。これが早指しの怖いところよね。深く読まなければならないところで、時間がなくてどうしても決断が鈍ってしまう。必要以上に追ってしまって、相手に駒と退路を渡してしまったわけか。ただ、それを瞬時に判断し、気を見るに敏とした。藤井棋聖はさすがだと思うわ。最近、どうしても思うんだが、藤井棋聖の最大の武器って、詰みの終盤力でも、中盤の的確な指し回しなどよりも、その状況判断力というか、形勢判断なんじゃないかな。多くの対局で逆転の機会があるにもかかわらず、それを見逃してしまうことが意外と多い。もちろん、藤井棋聖もずっと優勢という将棋ばかりでなく、結構不利な局面を強いられていることが多い。でも、今回のように一瞬のチャンスをつかむことが多い気がするんだ。確かにその傾向はあるかもね。渡辺二冠もそうだけど、強い先生は頭の中に、評価値が表示されているんじゃないかって、思うことがあるわよね。渡辺二冠のそれは背筋の伸び具合だろ、わら。まあ、何はともあれ、81手目の場面、こうだったらもしかしたら、のパターンを見てみようか。思い切って強者を突撃。筆合い駒。同玉。同玉。攻め駒は飛車を狙う。避ける場所は場合によるわね。そして守りの銀を取る。同金。銀で玉頭を抑え。逃げる。飛車を展開。八筋に逃げて。飛車の利きを生かして角を打つ。七九玉。そして金を取って馬になる、と。まあ、あくまで一例だしいろんな変化があるからね。これが全てではないことだけ、ご了承ください。さて、それではトーナメント表を見てみようか。藤井棋聖は次戦、木村一基王位と対戦するわ。惜しくもタイトル戦を争っているお二方だな。王位戦と違って今回は早指しの NHK 杯。また違った展開に期待できるわね。しかも木村王位、最近攻撃的な差し回しが多く、かなり激しい展開に期待ができるな。面白い将棋になりそうよね。今から待ち遠しいな。さ、それではそろそろお開きにしようか。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いするぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。